軍事郵便。軍事郵便とは、戦地もしくはそれに準ずる地に派遣されている軍隊、軍人、軍属などから発送された郵便物及びそれらのものに当てて発送された郵便物。軍事郵便は、戦争に従軍した将兵が、駐屯地から差し出す郵便のことであり、軍事郵便を取り扱うのは、野戦郵便局である。第二次世界大戦では参戦各国が、 軍事郵便を取り扱ったほか、第二次世界大戦後の国連平和一軍も同様の郵便を取り扱いをしている。過去の軍事郵便文書は歴史的な資料価値のほか、古切手の収集家のコレクション対象や軍事郵便そのものへの関心を持つものもあり、アンティークの一形態として売買が行われるなどしているが、内容が主的な通信であることから、こうした収集志向は 好ましいいととは言えないという意見も見もられる。一般に軍事郵便と称した時には過去の戦争、特に第二次世界大戦期のものを指すが、抗議には現代の戦争で流通する郵便物なども含まれる。また、差し出し通数の管理などを目的に貼り付けさせる軍事切手があった。第二次世界大戦までは世界各国の軍隊が使用するための軍事切手が、 発行されていたが、この制度の対象とされたのは、貸し官兵である場合が多く、将校については通数を問わず、有料とされた。現在では、軍事切手が発行されることは皆無である。国連平和維持軍などにも、軍事郵便が存在しているが、手紙に代わる通信手段が発達しており、物品輸送が主なものとなっている。また、日本国内では、在日米軍の基地、 施設間の郵便は、日本郵郵便便ではなく、アメリカ合衆国郵便公社が担当しており、抗議の軍事郵便とみなされる場合もある。日本では日清戦争を契機に制度化され第二次世界大戦終戦までの間に存在した戦地にいる軍人が日本、内地あるいは日本から戦地の軍人に向けて送るための郵便制度を言った。日本における軍事郵便は 1894年に、明治27年直令第67号及び、軍事郵便取扱い最速が定められた。それによれば、原則として、軍人軍族の差し出す郵便物は、無料で取り扱われる反面、軍人軍族に対する郵便物は、正規料金が徴収された。陸海軍人に適用されたが、例外的に外地に駐屯する軍人に対して、 上限があるが無料であった。大東亜戦争中、帝国陸軍では野戦郵便局、帝国海軍では海軍軍用郵便所と呼ばれる簡易郵便局を占領地に展開した。通常、軍事上の作戦などに係る文書は含まず、もっぱら兵士とその家族や近親者などとを結ぶ指針を呼ぶ。多くは、 無料扱いであるが、主官と兵士では1ヶ月に出せる便数の制限に差があった。また前述のように、軍事切手と呼ばれる専用切手を発行した場合もあったほか、無額面の軍用はがきが支給されることもあったほか、切手様の因面のない専用封筒が支給されることもあった。各国の軍隊も同様であるが、軍事作戦に参加する部隊の将兵に便宜を図るため、 野戦郵便局と呼ばれる移動郵便局が設置されることがあった。郵便局名は占領地の地名野戦局と数字野戦局と表記される場合がある。また1937年以降の日中戦争では多くの野戦局が設置されたが、中には郵便用の通信日付印消し印ではないが日付入りの風景印を使用した野戦局もあった。なお、 帝国陸軍の野戦郵便局や帝国海軍の海軍軍用郵便所では占領地に駐屯する軍人、軍属向けの郵便貯金である軍事郵便貯金も取り扱っており、戦争及び終戦後の混乱の中で休眠口座と化けてしまったものが約70万口座、約21億円。さらに、外地出身者を含む旧大日本帝国籍、一部のカラフト籍を含むの 民間人が占領地や朝鮮半島、台湾など外地で預金した外地郵便貯金約1800万口座22億円が現代に至るまで言語上も存在し続けている。これらは終戦後のハイパーインフレーションや新円切り替えなどを経て現在では個々人単位での残高自体が現在円価としては極めて少額となっている。例として 軍事誘致の一口座平均では約3000円程度、外地誘致では240円である。いずれも戦争中から終戦後における占領地や外地そのものの喪失、引上げ時の混乱、税関による外地郵便貯金通帳の没収ほか、名義人の死去や失踪、戦死、強制収容、その他行方不明、遺族の高齢化及び死去。 払い戻し手続きの煩雑さから実際に払い戻しが行われる例が年々減ってきており、その行く末が完全に宙に浮いた状態となっている。なお、日本銀行の物価指数年報や総務省統計局の消費者物価指数年報は戦前の1931年から現在までの長期の物価統計を戦前基準指数として公表しており、 この統計記録をもとに計算すると、1931年から1945年までの平均物価と新円切り替えを挟んだ2010年代の平均物価の間には1円あたり、約5200倍のインフレーションが生じているため、9円で預金された約43億円は、2017年、現在の貨幣価値では22兆3600億円にも達していたこととなる。 終戦後の払い戻し処理に関し軍事郵便貯金等特別処理法昭和29年法律第108号が制定軍事郵便貯金軍事郵便合わせ外地郵便貯金外地郵便合わせ外地郵便振替貯金につき円化を所定の方法で算して払い戻すことが規定された払い戻しに関する訴訟において 昭和19年5月から昭和21年4月までの間に預け入れられた軍事郵便貯金については国は払い戻し時に貨幣価値が著しく下落していても払い戻し当時の貨幣で預金金額を払い戻すことにより免責されるとの判例がある確定楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください